皆さん、こんにちは。Ensemble en français のレミです。お元気ですか？昨日、フランステレビ見てたらびっくりしたことがありました。それは、アナウンサーが続けて、Le COVID-19、La COVID-19 と話しました。COVID-19 は新型コロナウイルスのことです。皆さん、COVID-19 が男性名詞か女性名詞かご存知でしょうか？実はフランス人の間でも男性名詞か女性名詞か意見がまだ分かれています。がしかし、ついこの前アカデミーフランセーズは COVID-19 が女性名詞であると発表しました。つまり、La COVID-19 になりました。La COVID-19。La COVID-19。でも、コロナウイルスの言葉使いたかったら気をつけてください。Le コロナウイルス、男性名詞です。Le コロナウイルス。Le コロナウイルス。それでは、それに気をつけてください。友達と先生と使ってみてください。À bientôt sur Ensemble en français. Ensemble en français で待っております。Au revoir!